14頭での競馬天王山ステークス、15番のボーイングパワー入って体制完了です。スタートしました。揃ったスタートを切りました。14頭です。4スタートはボーイングパワー、そして10番のポメグラネイトが行くか。ポメグラネイトが行きました。ボーイングパワーが2番手、そして西剣モノノフは3番手につけています。並んで6番のレンギングランド、そして外を通ってダッシャーワンも後位のグループ、さらにはキクノストーム、外からカジキ、ようやく行って現在5、6番手の位置です。帝王ヘリオス、1番のアメージングタクト、3番の時の源氏、外からは桜エールです。1馬身後方にデルマン・ナリヒョン、4番のミヤジ・エルビス、7番のオースミ・イージーが最後方となっています。14頭の競馬、先頭から後方までは12、3馬身、前半の 600m35 秒に先頭は逃げた10番のポメグラネイト、そしてボーイングパワーが並んでくる。さらにダッシャーワン、その後ろから1番人気西剣モノノフ、岩田康成がゴーサインを出した。さあ前は2頭、先頭10番のポメグラネイト、ボーイングパワー、この2頭が並んでいる。3番手がじわじわと西剣モノノフ、残り200を通過、ボーイングパワー先頭、そして10番のポメグラネイト一気に伸びてきた。5番の西剣モノノフ前かわせるか、ボーイングパワー、西剣モノノフ、そして11番ダッシャーワン、ボーイングパワー、西剣モノノフ並んでゴール、際どい勝負、捉えたか西剣モノノフ、それとも粘ったか、ゴーイングパワー、岩田か和田か、和田さんの争いでしょう。勝ち時計1分10秒4、早め抜け出した15番のゴーイングパワーを5番の西剣モノノフ捉えたかどうか。矢野岡さん、はい、非常に最後は見応えのある、でもね、人を追いごとに追い詰めてきっちり捕まえたんじゃないですか ね上がりがね、やっぱ35秒で早いですから。そうですね、西剣モノノフもね、なかなかね、あの差が詰まらなかったんですけど、はい、じわりじわり追い詰めて、ゴール前できっちり返したと思いますけどね、はい、圧倒的な1番人気に応えた形になったでしょう。ストップ帽子を見る限りでは大勢5番の西剣モノノフ有利、そして2着に5番15番のゴーイングパワーとなっています。名古屋さん、どうもありがとうございました。